ロシア連邦運輸省または交通省は、ロシアの中央省庁の一つ、ロシア連邦における運輸行政、交通政策を担当している。鉄道、海運、内陸水上交通、民間航空を含む空運、道路交通及び地下鉄を含む、都市電力も、産業に関係する、交通、道路、測量、地図作成などを管轄している。ロシア連邦運輸省の演言は、 1809年に設立されたロシア帝国鉄道省に遡る。その後ロシア革命によってソビエト連邦が成立すると鉄道人民委員部を経て1946年ソ連鉄道省となりさらにソ連運輸省となる。1991年ソビエト連邦の崩壊後ロシア共和国運輸省をもとに1991年12月25日 正式に、ロシア連邦運輸省となった。2004年3月9日から2004年5月20日までの短期間、ロシア連邦コミュニケーション情報省と統合をされ、ロシア連邦運輸通信省を名乗っていた。ロシア連邦運輸省には、本省に以下の部局が設置されている。ロシア連邦運輸省には、外局として以下の長、つぼねが設置されている。AB ロシア運輸省、2017年1月24日閲覧。ABC、Ministry of Transport of the Russian Federation。ロシア運輸省、2017年1月24日閲覧。ロシア運輸省、2017年1月24日閲覧。ありがとうございます。